ここは召喚の中でも特に重要な商談のために用意された部屋です。専属呪術師の手で入念に魔法的膨張処置を施してあります。ですから安心して内緒話もできますよ。暁の方々に活動拠点として提供させていただきますので、クガネ滞在中は遠慮なくご利用くださいね。ありがたい申し出ではあるが、なぜそこまで我々に便宜を図ろうと、後から見返りを求められても困るのだが。おお、当然の疑問ですね。これは我らが会長ロロリトからのお詫びとお考えください。戦勝祝賀会の一件では多大な迷惑をおかけしましたので。会長は言葉の上での謝罪に意味を見出さないお方、謝意を示すのであれば金か便宜かによってとお考えなのです。それに皆さんが東方にいらしたのはドマの反帝国運動を支援するためなのでしょう。であるならばその動きは我らウルダハ人にとっても好都合です。そこまで見抜いておられるのなら、あえて隠し立てはすまい。確かに我々はドマの反乱軍を支援するために夕霧殿や豪雪殿を探しに来た。ウルダハにいらっしゃったドマの忍びのお嬢さんとルガディン族の侍ですね。確かに彼らはここクガネに来ています。彼らは我が紹介の商船に乗って来られたのです。ただし到着後は紅玉海を渡る手段を見つけるのに随分と手間取っていた様子ですが。どういうこと？ちょっとよくわかんないんだけど。ああ、しっけ。地図を使って説明しましょう。我々がいるのはここ島国である東の国の最西端に位置する貿易港クガネです。これに対してドマがあるのはここ東州オサード小大陸のヤンサという地方になります。つまりクガネからドマに向かおうとするなら必ず両者を隔てる紅玉海を渡らなければならないのです。ところが今困ったことにこの海が荒れています。古くから紅玉海にはドマにも東の国にも属さない海賊州という独立した勢力が権勢を誇ってきました。操船術に長けた彼らが紅玉海を行き来する船から捕別船という通行料を徴収する見返りに海の治安を守っていたのです。25年前にドマがガレマール帝国に占領されてからも彼らが海の支配に関心を寄せなかったために長らく海賊衆は放置されてきたのですが、最近就任したドマの代理総督が突如として方針を転換、海賊衆と敵対し始めた上、連中と取引する者は全て帝国の敵だと宣言したのです。圧力に屈した東の国は捕別船の支払いを停止、
そもそも動乱続きの大陸には近寄りがたい状況だったのに加え、海の治安も悪くなったのですから、もうめちゃくちゃです。なるほどね。いつ襲われるかわからないような海になったら、渡し船だってなくなるのも道理というものだわ。はい、そんなこんなで、あなた方の尋ね人はクガネ到着後に熱心に渡し船を探していたようです。ならば我々も渡し船を探すとしよう。夕霧殿や豪雪殿がすでに大陸側に渡っているなら、どちらにせよ足は必要になる。彼らがまだクガネに足止めされているなら、同じ目的を追ううちに追いつけるかもしれないからね。では当たるべき場所の心当たりがありますので、いくつかお教えいたしましょう。会長からはよくよく便宜を図るよう言われていますのでね。